戦闘開始。お前の派手に爆発させてやるぜ。うん、分身。オイラの最高にクールかつ究極なアート、よくしゃべる。まだわからないのか、今のお前の状況は。こいつ言葉巧みに惑わそうとしてる。騙されるかよ。うん、これでいい。それ、燃え尽きろ。甘いな。分身やった。大爆破。騒がしいだけかと思ったが、相応の力は持っているようだな。ムカつくぜ。余裕たっぷりのその面がよ。あれやった。そろそろ気づいたらどうだ。何言ってやる。これは何かの間違いだ。このやつに倒れるのが先か、気づくのが先か、どちらにせよ勝負は決まっている。消えてもらう。芸術家の最後だ。せめて華々しく散らせてやる。勝負あり。お前は俺の手の内にいる。元より勝ち目などない。思ったよりやるじゃねえか。けどな、これで終わりだ。うん、よく自分の姿を見た方がいい。現実、いつの間に。初めからですよ。イタシさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。
芸術だ。お前の負けだ。くそー！久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目、最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。で、オロチマン。邪神教という信仰宗教があってね、魔族に言うカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。ほう、一体何の実験ですか。不死の実験よ。不死だと。不死身となった者の名は飛弾。元は湯隠れの忍びだったらしいわ。我々はその飛弾を仲間に迎え、オロチマン、カクズ、そしてゼツ、お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけて行け。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではない。カトン・ズコック。ウートン、大突破。暁とかそんならどうでもいいんだよ。ほら、殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は俺の思うままに殺戮し、神へ荷を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと。うるさい。あ、俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけだが、不死の力を確認するために来たのだ。あ、てめえ今おかしなっつったか。真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されねえ。邪神様、見ててくださいよ。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この無神論者が。戦闘開始。ギタギタのボコボコにしてバラバラにしてやっからな。ガキガキツほら、ほら、ビビってんじゃねえぞ、こら。あの平和ボケした人がこれほどのやり手がいたなんてね。正確に何割だけど。ほら、行ってこい。かぶるな。
君の君に。ああ、やばい。ふっ、ブツブツ言ってんじゃねえ。うらいなさい。甘えて。カトン！うずくは、うざいなさい！カトン！カトン！甘いぜ！なぜ？騒がしいお前の口もこれで少しは塞がるか？勝負あり。手がかかるわね。不死の身ならばこの程度のダメージは。やっちゃったの？いいえ、生きているようね。いってえな、あったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。いや、つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に贄を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたのセンダスとなる者がいる。いろいろためになるんじゃない？俺の？誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さて、そろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする？ええ、分かったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立ね。あなたを歓迎するわ、ヒダン。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。暁は集った。コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。おのおのの事情を持ち、おのおのが野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの尾獣。苛烈な相手だが、必ず全ての尾獣を集め、我ら暁の大望を実現する。そのための10人だ。
失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。